原田直次郎。原田直次郎。原田直次郎。1863年10月12日。文久3年8月30日から1899年。明治32年12月26日は、洋画家。父は、兵学者の原田一郎。兄は、地質学者の原田とよ吉。兄の意地で、後に、元老、西園寺金持の秘書となる、原田熊を引き取っていた。 また、森外の小説、歌方の木の主人公、小瀬のモデルでもある。1863年8月30日、幕府版書調べ書出役の原田一同と妻愛の、次男として、江戸小石川の母の実家で誕生した。同年、県王施設に任命された池田長髪に、父が随行し、横浜佐幸断判施設団、そのまま4年間留学した。 解明的な父の下で直次郎は、早くから外国語教育を受けており、1870年には大阪海正学校に入学してフランス語を学び、1873年には神田の東京外国語学校、旧外語フランス語科に入学した。1881年に外国語学校を卒業し、8月に大久保正近の次女、大久保貞と結婚し、2年後に、 長女久殺生まれる。十一歳の頃から、洋画家の山崎成明につき、二十歳で当時、洋画家の最高峰であった、高橋祐一とその子、玄吉に一年弱学ぶ。玄吉が編集した、高橋祐一履歴には、門人一覧があるが、その末尾に、原田直次郎の名がある。そして千八百八十四年、二十一歳で、ドイツに渡り、兄、豊吉の友人画家、 ガブリエル・マックスに指示し、ミュンヘン・アカデミー、美術学校に、聴講生として登録。私費留学中は、ドイツ感覚派、アカデミズムの手厚い写実を身につけると同時にドイツ、ロマン主義派の作風に影響を受け、世紀末趣味にも強い関心を示した。またミュンヘンでは、陸軍省派遣留学生の森王外や、画学生、ユリウス・エクステルと交友を結ぶ。原田には、自画像は、 ほとんどないが、エクステルは、ある日本人の肖像という題で、原田の等身大肖像画を描いている、バイエルン古城庭園管理局像。1886年夏、下宿先の1階にあるカフェ店で働くマリーと同棲し、起床、かねて写生旅行に出かけた。10月頃、欧州出張中に、美術事情の視察も命じられた、文部省専門学務局長の浜尾慎を案内してお、 11月22日に妊婦のマリーを残してミュンヘンを歌ったマリーは原田を見送ったスイスを経由しベネツィアでは長沼主瓶にローマでは松岡ジュニアイ、翌年パリに移ったパリでは短期間ながらエコールでポザールの長考生になり5月にフランスを後にした1887年7月東京に戻ったしかし国内は 洋画排斥の嵐の真っ只中にあり、10月に洋画化を置かないまま、東京美術学校が設立されると、ただし開校したのは1889年2月、11月に、原田は岡倉格を、天津とフェノロサの支持母体で、国水主義的な留置会に入会した。同月19日、家族会館での留置改例会で、フェノロサの会が改良論。 洋画排斥論と仮の派を批判する講をした、絵画改良論として、留置解放国第31号に収録。その後も、留置会と、その改祖された日本美術協会にしばらく泊まり、日本画の振興を目的とした美術展覧会に有罪を出品した。1888年に、東洋画会特別会員になり、その機関紙に洋画を紹介。 原田の日本画壇での啓蒙活動は古軍奮闘の様相であった。同年10月次女、富誕生。なお、東京美術学校が学生を受け入れる1ヶ月前の1889年1月、本郷6丁目の自宅アトリエでガー塾、金美館を開いた、無料。1894年に閉鎖されるまで、水野正秀、小林万吾、伊藤義彦、和田栄作。 三宅勝美、大下藤二郎などを指導した。西意洋画の団体、明治美術会に活動の拠点を移し、仲間と共に東京美術学校に洋画家を開設するよう運動をした。1890年、唯一洋画家も出品できる観点、内国官僚博覧会、第3回に、歴史が、紀流観音と、毛利高近肖像を出品。前者は、対策で、 人々の注目を集めたにもかかわらず、何も、賞を受けなかった2007年重要文化財に指定。後者は、妙義三等賞にとどまった。原田は、洋画家の代表として審査官であったものの、審査委員長が、洋画排斥の後ろ盾、久喜隆一であり、洋画に厳しい審査結果となった。また同年、 東京帝国大学文学科教授で、明治美術会参助会員の富山昭一が、日本が、洋画に関わらず、最大の問題として、画題の貧困と思想の欠如とを指摘し、とりわけ、原田の気流観音をやり玉に挙げた。その指摘は、多くの反発を呼び、中でも王外が富山を強く批判した。1893年頃、原田は発病し、 次第に歩行が困難になり、やがて寝たまま制作するような状態となった。そうした中、画壇にも大きな変化が起こった。1894年、第6回明治美術会展では、新会員、黒田清輝、久米慶一郎などの外交表現が注目を浴び、翌年の第7回展では、黒田など天津道場出身の画家が多く出品し、 原田など古参会員の暗い画風との対比が明瞭になった。当時のジャーナリズムは、その対比を旧派と新派の対立として先導的に伝え、旧派が批判された。1895年、原田は第四海内国官業博覧会に、歴史画の大作、住こと山蛇を出品。1897年、第八回明治美術会展に、最後の大作。 海浜風景を出品。弟子の木下藤二郎によれば、その作品も寝たまま、記憶のみで描いたという。1898年9月、療養のため、神奈川県小安村に転居。しかし、翌年12月26日、東京帝国大学第二院で没した。去年36、12月28日、天皇寺に葬られ、龍像と熊尾の二次名が処せられた。 若くして亡くなったため作品数は少なく、現存する、油彩作品は35点程度である。男性の肖像画が多く、女性の肖像画や風景画、生物画などは、あまりない。原田はドイツで学んだ、堅牢な絵画技術も、去ることながら、遠近法もよく理解していた。金美館での教育も、遠近法教授に力を入れ、遠近法という絵画技法書を出版する予定であった。 走行が東京立博物館像。そのため、原田の絵には安定感があり、見る者に安心感と心地よさを与えている。大概によれば、原田は留学中も帰国後もヨーロッパの色に染まらなかったが、留学先のドイツで体操を死に愛されていた。主に自然児として愛されていた。また、天炭無欲の人であった。家塾、金美館では借金を受け取らなかった。 洋画の需要が最も少なかった時代、生在怪人につてを求めて、肖像画を描かせてもったりすることがなく、むしろ日本赤十字社により、証券交代号の肖像画を描く最終候補者三人の一人に選ばれながら辞退した金五百円。なお、王外は原田直次郎、1889年12月を次の段落で結んだ、私の友人にも、 女房持ちの者のは少なくないが、その過程を伺ってみて、実に暖かに感じたのは原田の家庭である。金美館がまだ学校であった時、原田はその奥の古屋に住んでいた。原田と彩君と子供4人と、そこにむつまじく暮らしていて、私が行けば、子供は左右からおじさんと呼んで取りついた。彩君はいつも晴れ晴れした顔色でいられて、原田が病気になってからも、 ええの年月の間たゆみなく看護せられた。ことに感じたのは、原田が神奈川に移る前に、細君が末の子を追って、終日小安村付近の家を探して歩かれたという一時である。思うに、原田は必ずしも不幸な人ではなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。